なななななな。星の降る夜にこんなメロディー刻み込みな頭のメモリー。俺らの名前はジョイスとバーク。今夜はアルマジロみんなでダンス。ありがとうございます。ジョイントストリートパーク、皆さんには、JSP で、呼んでいただいております。さっき出てくれたハワイ子ちゃん、柴崎舞のと一緒に名古屋の方でね、よく、ライブをさせていただいております。見た通り、アコギと、ラップでをやってるんです。もともと一人ずつ、別で活動してて、最近こういう風に組むようになって、ちょっと不思議な音楽を聴かせてたかなと思っております。それでは1曲目いきましょうか。聴いてください。手紙。窓際でタバコの煙を目で料理もね、
ドリンクも美味しくて、来てるお客さんもあったかい。あ、ここはおせちじゃないですね。なので、すごく、好きなお店でございます。次の曲なんですけど、次の曲シンデレラっていう曲なんですけど、皆さんもちっちゃい頃から、昔話っていろいろ聞いてると思うんですね。シンデレラ、白雪姫、浦島太郎、桃太郎、金太郎、いろんなものがあると思うんですけど、そういう昔話って、偶然が偶然を呼んで、それが重なって美しいストーリーになってますよね。だけど現実ってそんなにうまいこといかないですよね。っていう歌を、シンデレラがもしもこうなったらという歌を作りました。聞いてください。ちょっとひねくれた歌でございます。掃除ばかりの毎日の中で彼女の笑顔は曇っていた。武道会なんて夢のまた夢と涙を飲んだ。そんなある日、一人の老婆がやってきた。優しくするとニコリと笑った。ドレスに馬車にガラスの靴与えてどこかへ消えてった。月の綺麗な夜だった。初めて彼女に出会った時に王子は彼女に恋をした。彼女の笑顔が好きだった。別れは12時ちょっと前。焦った彼女走り出した。運命のいたずらとは残酷で彼女は忘れ物をしなかった。王子は必死で彼女探した。スペシャルな人のような気がした。手がかりは記憶の中の照れ笑い。そんなもので見つかるわけがない。王様の言うことは絶対。そんなルール無限試験してしまいたい。しかし疲れ切った王子様は直下の姫と唇で契約。その頃彼女そんなこと知らず隣の町で敵が好き。きっちり揃ったガラスの使用を見るたり王子の笑顔ちらつく。二人は二度と会うことかなわず、どっかで口変えるゴールイン。彼女は思った。きっとこれでいい。胸にしまった王子の方がいい。変わらぬ毎日に愛せぬ男、彼女はついに自ら命を絶った。自分を愛してないと気づいた姫は王子に毒を。意識が遠のいてゆくさなか、二人はあの日のことを思い出してた。ありがとうございました。シンデレラでした。ね、バレンタイン前にね、この曲を歌うっていうのが僕らの目標で。そうですね、ありがとうございます。次の曲なんですけど、次の曲もちょっと、偏ったような歌なんですけれども、皆さんは好きなアーティストはって聞かれたら何て答えますかね。いろいろいると思うんです。矢沢さん、中島みゆき、いろんなものがいると思うんですけど。
僕はですね、好きなアーティストはって聞かれたらムンクって答えるんですね。あの画家のムンクです。画家のムンクが大好きで、有名なとこで言うと叫び、あ、よく知ってらっしゃいますね。あの叫びっていう、その真ん中にあのホームアローンの少年みたいなのが書かれているな、あれなんですけど、じゃあここで少しクイズです、その真ん中に書かれているホームアローンの少年みたいな人、あれってなんて叫んでるかご存知の方いらっしゃいますか。あ、いなかったです。よかったです。あれですね、実は真ん中で書かれているホームアローンみたいな少年っていうのは叫んでいるのではなくて、世の中のいろんな聞きたくない音、怒号だったり悲鳴だったり嫌な音、それから耳を塞いでるっていう絵なんですね。へーへーへー、お手元のヘアボタンをありがとうございますというところで、ムンクが大好きでムンクの曲を作ってみました。聴いてください、ムンク。曲で申し訳ないですけど、せっかくね皆さんが盛り上げてもらった曲を
雰囲気をどうなっちゃうかと思うんですけども、ちょっとチューニングにね時間かかるんで、ちょっとじゃあお話をさせてもらおうかな。この前僕家で、まあこの前って言っても正月ぐらいなんですけど、家でちょっと喉乾いたなと思ってキッチン行ったんですね。でそうしたらお父様が、お風呂に入ってらっしゃったんですね。でそうしたらお風呂場から叫び声が聞こえて、うわーって言って、え、なんやろうと思って、お風呂場にバーン入ってって、おとんどうしたんって言ったら、僕ひろゆきって言うんですけども、おとんがおとんバーン開けたら血だらけになってるんですよ、風呂場で。えと思うじゃないですか。どうしたん言うたら、おとんがひろゆき大変や、どっからか鼻血が出てる。もう鼻やろ鼻から出るから鼻血やね。ありがとうございますくだらないありがとうございます。OK ですか。はい。次がちょっと、重たい曲になってます。重たい曲の前にあの話しちゃった、ちょっと僕の職業柄こういう機会に接することが他の人より少しだけ多くてというところで作ってみました。聴いてください。ある少年の話です。その少年は叱られると泣きながら笑うんです。そうしないと殴られると思ってるから、そうしないと生きていけなかったから、そうまでして生きたいと思ってる人間がいる中で自ら自分の命を絶ってしまう人間で、そんな人たちに僕たちは生きろって、生きてくれって、そう伝えたくて、わがままかもしれない、自分勝手かもしれない、偉そうかもしれない、だけどそれを伝えたくてこんな曲を作りました。聴いてください。キリン。しとしと降る雨の中でお前はナイフ持って立ってた。静かに手首に冷たい感触、震える手に合わせて涙流した。私は楽になりたいの、私は自由になりたいの、私はもう疲れたの、自分の幕は自分で引くわ。ふざけるな、アメリカじゃ銃で撃たれて4万人が死んでることし、アフリカじゃ何も食えなくて3万人が生きてるのに死んでく、日本だってタバコ打ちつけられて子供が笑って見せて、命の糸にしがみついてるのになんだバカ野郎。君が思ってるほど周りは君のことを知らないよ。君が思ってるほど周りはひどくないし優しくない。警察庁の発表では東日本大震災で亡くなった人は19,000人、去年事故で亡くなった人は4,300人、そして去年自ら命を絶った人は27,000人。この数字を聞いてあなたは何を感じる？ごたくを言うのはなしにしようか、いなくなったらやっぱ寂しいよ、笑い合った思い出にすがって生きるのはやっぱりちょっとつれんな。だからその手のナイフを捨てて誰かの手を握ってくれねえか、お前の涙の色変えてんだ、できれば僕のハンカチで。
ありがとうございました。ありがとうございました。キリンでした。じゃあ次がもう最後の曲になるんですけれども、その前に、僕らもちょっと宣伝をさせていただこうかな。僕らも、自分たちで作りました、ついにオリジナルのティッシュ、オリジナルティッシュ、こちら500円で販売しようかなと思っております。ティッシュを買っていただいたお客様には、漏れなく CD がタダでついてくるというね、6曲7曲入りの CD がついてくるということで、少しでもね、気になった方は、後で僕らにティッシュをくださいと言っていただければ、1枚、1個500円で売っております。はい、ティッシュが500円で、おまけにティッシュが500円で、おまけで CD がついてくるというシステムになっております。こういうね、弦が飛ぶアクシデントはすごい多いですね、僕ら。いけるかな。ということで、ちょっと話さなきゃいけないですか。はい、ちょっと話さなきゃいけないですね。そうですね、僕、この前って言うとまた年始の話になるんですけど、初詣あるじゃないですか。初詣行ったんです。で、お賽銭払ってナムナムして、で、くじ引いたんです。おみくじ引いたら、今日あるじゃないですか、大凶とか。立って引いたら、大凶やったらまだなんか笑えるじゃないですか。うわ、大凶やーって、うわ、最悪やなみたいなことを、で、友達もまあ、そこから上がるしかないから大丈夫やでっていうようなフォローも入れてるんですけど、僕パッて見たら、反響って書いてあって、何これって言ったんですか。周りも、ってなってて、で、何や反響ってなってたんですけど、で、ここ、それから2、3日後に、またライブがあって、そこに行くまでコンビニに紙パックのいちごオレを買ったんです。で、袋入れてもらって、で、車の中に飲もうかなってパッて開けたら、いちごオレとストローがないんです。ストローの代わりになぜか割り箸入ってるんです。おわ、反響やと思って。ありがとうございます。こんなね、話を交えながら、いいですか？大丈夫ですか？ありがとうございます。次が最後の曲になります。今度はオケを使わせてもらって、ちょっぴり切ない、片思いでラブソングを。それでは、お願いします。伝えたかった。
笑っていたい。あの日頑張れと言ってくれた。あなたの笑顔忘れられないよ。これは俺があなたに送る。できる限りラブソングみたい。アホみたいなほどあなたのことが好きなんだ。絶望に触れる勇気さえなかった。だけど今度会った時に君に伝えるよ。好きなんだと。ありがとうございました。ジョイントストリートパークでした。すいません、最後ちっちゃいました。